はい、えー、こんにちは、こんばんは。はい、マスアートです、えー。マスアートの聖書の聖書メッセージとおーのお時間となりました、えー。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、前回は、えーえー、三箇所でしたね。三カ所、まあ、もう大変ですね。えー、その聖書メッセージの中で、えー、三箇所一章三回もお祝いしましたけど、どうでしょうかね。ほんほんとなら、えー、きちんと 学びを,を,を、まあえー、レジュメできちんとすればいいんですけど、まあ、そういう、まああまあ、訓練として、まあ、フリートークじゃないですけどもう公の、えー、教会またメッセージ、えー、礼拝、えー、じゃあ,ありませんので、まあ、一信と一教会員、えー、一クリスチャンが、まあ、そういう証しとして、えーまあ、聖書について、えー、まあ,あ そのキリストの香り、キリストの匂い、えー、血の塩、世の光として、えーまあえー、できる限り、えーまあ、全面に、えー、このマスアートを、えー、出していますけど、まあ、YouTube の大好きな、えー、マスアートですの、ね、で、まあ、そういうことで、まあ、長々とご挨拶になりましたけど、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えーまあ、私もやっと、まあ、60になりました、本当に。 大変ですね。もう、だいぶ以前から正社員はもう外れましたですね。まあ、職を転々として今、パートの身分で、なかなか自分の思うような、最初の大学卒業して入った時には、定年までという思いがありましたけど、なかなかと、二郎、どうですかね。1960年生まれですので、 まあ考えが甘いんでしょうかね。えー、もう、まあ人生長いから、大学4年間、まあそういう人生経験という意味で大学に入ったんですけど、まあどうですかね。きちんと、ある程度、えー、まあ小さいとき、物心に、まあどうですかね。これは、えー、小学校、高学年かな。少し物心ついたときに小、低学年か。 えー、野口五五郎郎か野口じゃないです、ね、野口秀夫ですね野口秀夫か林間に憧れたまあそれは、まあ、母親が唯一、えー、唯一ですね、えー、買ってくれたあそういう書物でそういう世界領袖領袖偉人伝説でしたかねそういう、えー、記憶がありましてあ、まあ、そういう人に、えー、憧れたああ記憶がありますけどまあ大きく物心がついて大きくなる時にまあ兄弟上の お兄さんやお兄さんの後をまあそういう追い求めた感じがありますねそういうどうしても五人兄弟の末っ子でしたので上の兄弟を見て育った環境ですまあまあ二十歳の時にクリスチャンにな,な,なりましても、まあ、今年60ですので、まあ、クリスチャン信仰を持って40年ということでなかなかそういう ままああって、えーまあ、コロナがこのように、えー、大きくなる前から今年、えー、2020のゼロからスタートということでいろいろと、えー、今の職場に入って、えー、そういうが前から系で本当に写、えー、メしてって言われて写メって何でしょうかというそんなあものま,まだまだ今もあの u t、えー、上げてますけどサムネが。 どうして作れるかもわからない。本当に、えー、撮ってあげた、撮ってあげた。で、本当に、えーまあ、完全なプラベート、本当に YouTube じゃなくて、えーえー、本当に撮ってあげたということで、本当に見る回数が、えー、100を言った本当に喜んでいる状態ですけど、他の先生方に見ると本当にきちんとした。あ まあ、他の先生方ね、教会の牧師先生方とか、いろいろと立派なあ YouTube を、まあ、メッセージし,してあげられている先生、特に、えー、シンガポールの日記、えー、ですか、日本キリスト教団、まあ、公にしてますので、松本先生ですね、牧師先生、YouTube 大学、まあ、シンガポールの日本人学校の、日本人、日本人、えー、教会、 私、詳しくも、まあ、何本かあその、松本先生の、えー、YouTube を見ましたけど、うん、すごいですね。やっぱり、えー、きちんと進学,、えー、学校行って、また途中また進学校行って、まあ、そういうことでずっと牧師を。私と同じ世代と思います。50、60か61ですね、えー。そういう,う世代の先生方、えー、見ると、本当に、まあ、励みになりますし、もっと、 えー、勉強しないといいとけななですねなかなか本当にこれももう5分経ちまして長くな,なれましたけどきちんと若い時は進学に行きたいという思いがありましたけどなかなかあそういう道ではありませんでしたので一信徒一教会員としてまあ えー、日曜学校では長年ご報酬をさせていただきましたけど今は、えー、報酬はしてませんけど、えー、なかなか伝えること難しいですねま,まあ、えー、よく私も、えー、あなたの言ってることがわからないということで、えー、そういう仕事実行がないまあ沖縄生まれにせいにしてはいけませんけどよく兄弟で、えー、よく言われますということで、えー、島育ち島ああ言葉で、えー、どうしてもポンポンポンどうですかねポンポンなんかそういう単語があ ポンポンってで出てくる。えー、本当になかなかそういう抜け出せ。まあそれはまたそのせいにしてはいけませんけど、まあなかなかと6分なりましたけど、余談になりましたけど、えー、まあいろいろと試行,試行錯誤して、えー、最初の、えー、YouTube が支援大ッ迫ン開けてから、えー、まあそれが、まああれですね、そういう感じでいろいろとまた本当にもう、あのー、 あっちこっちでいろいろあげてしまい、あげて、本当はきちんとした、まさか YouTube しようと思いま、ただ動画を撮ってあげた、あげるのが YouTube で、えー、本当にきちんとした、そういう、まあ、えー、研究じゃないですけど、YouTube について、えー、あの、うん、したわけじゃないんですけど、まあそういうことで、まあいろいろと試行錯誤しています。まあこの、えー、まあ最初の、の最初は、えー えー、まあ音読じゃないけど、孔読ですね、シェイペンで、またいろいろ賛美あげたり、えー、また、えー、聖書読んでとか、また礼拝という感じで、また今は、まあ、新たに、えー、聖書メッセージということで、本当にきちんとしたあメッセージをが、まあ、憧れているというか、そうですね、今一クリスチャンとして、まあえー、そういう若い時の思いがありますので。まあえー まあ恥ずかしながら、一、えー、回しか、まあ40年で一回しか講談の責任を扱ったことがありませんけど、まあそれも感謝いたします。まあ、まあ、いろんなああ神様の取り扱いがあると思います。なかなかと、えー、えー、また <laughs> おしゃべりがぎましたけど、早速、うん 賛美を持って始めていきたいと思います。では最初に、えー、長くなりましたけど、お祈りいたします。えー、天の父な神様、あなたの皆を賛美いたします。えー、まず後のあ、まあ、まあ、公ではありませんけど、完全なプライベートの、えー、聖書メッセージの時間となりました。このお捧げする賛美または御言葉、祈り時、神様が初めから終わりまで導いてください。えー、このものの思いと唇を整えてください。 ほ,ほ,ほぼ本当に、えー、台本なし、またあ、まあ、きちんとしたレジュメなしでしますけど、お神様が導いてください。えー、こと、生まれと賛美を主に期して、初めにあたり、えー、この祈り、えー、私たちの個人的な救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン、はい、感謝いたします。本当はもうほほぼ本当当はほぼに、えー、趣味の にすみすいませんけど本当に公ではありませんので、えー、賛美いたします聖、えー、果ですねもう何度もお伝えしてますけど、えー、初めて大学1年の時の、えー、聖書ですので、まあ、40年間、まあ、妻がカバーす、まあ、素敵なカバーを作ってくださいましたので中はちょっとボロボロですけど、まあ、あのまだ <laughs> 使えますので、まあまあ、古いですね40年前の聖書ですので えー、いきたいと思います <laughs> はいえー、なかなか選曲してませんのでいつもあの開いてまたなかなか、えー、選曲できないんですけど,できませんけど今ちょっと開いてまあこれはちょっとまあそんな感じで堅苦しくしてませんので、えー、まあ古い感じで431番の悩める人々、えー、ピリピリ人の 二章九節ものものなりまするな。これは救いの乱ですね。えー、Take the name of the Jesus w i you. え四、ー、分四分でやや,や早くですね。百ですね。はい。えー、<laughs> ちょっと難しいです。これまあ、リスティング、作詞ですね。はい。えー、<laughs> ちょっとだ,だらだとした聖書メッセージ、の時ときたってますけど、早速いきます。<laughs> えー、聖歌の431番、えー、悩める人々。3、はい。な、悩める人々、皆お聞き,きなば、喜びのもとは、イエスなりと知らん、主なるイエスを受け入れまつれ。 主なるイエスを心の中にみなおば心のまもりとなして心をむるものにかちえよよかし主なるイエスを 受け入れまつれ主なるイエスを心の中に救い主イエスの階話の中に安すろにまさる サチはよりなし、主なるイエスを受け入れまつれ、主なるイエスを心の中に、世を去りてまつ国に行くとき、 高らかにたたえ、主の清きなお、しなるイエスを、受け入れまつれ、主なるイエスを、心の中に。はい、えー、感謝いたします。 えー、聖火の431番、悩める人々でした、えー。感謝いたします。えー、では、早速、えー、見言葉の時に入りたいと思います。はい、えー、<laughs> 今日はちょっと長くなれそうですね。はい。えーえー、前回が、えー、3箇所でしたので、えー、旧約、新約と交互を言っていますので、 えー、新役は、ね、前回が「ヨハネの福音書」2章でしたので「えー、人の働き」の2章ですねはいこ,こういう感じで、えー、訓練としています一、えー、章ずつ読んで一章ずつ読んでその場で前も、まあ、って取材、えー、を決めていけばいいんですけど読みげながら取材決めるまた読みながら,、ま、ながらそのまあ、えー、ポイントを3つぐらい上げてきちんと喋っりたいなっていう思いがありますけどまあきちんと。えー 理想は、まあ、夢は、ビジョンは、きちんと、レジュメ作って、きちんとお話し、まとまったようなお話をしたいと思っていますけど、えー、なかなかそれは実現してませんけど、えー、まあ、えー、今日は、人の働き2章ですね。えー、結構、長いような気もしています、えー。ですね、えー。47章までありますね。えー 2, 節えー、2章ですね。前回 まあ人の働きはね、ねちょっとまあ、あ、えー、医者、ルカがあまあ手をぴろよというか感じで、えー、まあそういう、うん、ことについて人の働き、えー、まあルカの福音書もありますけど、じゃた,たい,いただきたいと思います。では、<laughs> またお祈りいたします、えー。天の父の神様、言葉の時を神様、感謝いたいします。えー、どうか この者が御言葉を曲げることなく、御言葉をあなたのきちんと理解しまた、ストレートに力づく、御言葉を語るもの、また取り継ぐものとなさせてください。この者に思いと知恵を与えてください。知識を与えてください。知恵を与えてください。はじめ、この御言葉の背徳にあたり、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン <laughs> はいもう祈りながらそういう感じでほぼデボーションに近い感じになりますね。はいもうめぐるしいですけどはい行きます。<笑><笑>はい人、えー、の働き2章よう。えー、節の日になって、えー、みんなが一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、えー、彼らのいた 家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れ一人一人の上にとどまったするとみんなが精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさてエルサレムには経験ないユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた。 彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう今話しているこの人たちは皆ガリレアの人ではありませんかそれなのに私たちメイメイの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、 カッパドキア、ポント、アジア、フルキア、パンフリア、エジプトとクレ,ネクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダ人もいれば回収者もいる、またクレ,ネクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと,聞こうとは。 人々は皆驚,い驚きまとって互いに一体これはどうしたことかと言ったしかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたそこでペトロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったユダヤの人々ならびにエルサレムに住むすべての人々 ああなたたたにに知ってていいい。だだきたいことがあります、えー。どうか私の言葉に耳を貸してください今は朝の9時ですからあなた方の思っているようにこの人たちは酔っているんではありません。これは、えー、預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の礼をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、 青年は幻を見老人は意味を見るその日私のしもべには橋た目にも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言するまた私は上は天に不思議な技を示し下は地に印を示すそれは地と火と立ち上る煙である死の大いなる輝きしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる しかし、死の名を呼ぶ者は皆救われる。イエスのイスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神は、ナザレ人、イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。<laughs> えーっと、それらの とによって神はあなた方にこの方の証をされれたのですこれはああななたた方方自身がご承知のことですあなた方は神の定めた計画と神の余地とによって引き渡されたこの方を不法なものの手によって十時間つけて殺しましたしかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇みらせましたこの方が死につながれていることなどありえないからです ダイビダはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安すろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかずあなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。 あなたは私に命の道を知らせ御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、夫婦、大病については私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られその墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると 地って言われたことを知っていたのです。それで、後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて。 今、あなた方が見聞きしているこの聖霊をお続きになったのです。ダビデは天に昇ったわけでありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主イエス。 主ともイエスともされたこのイエスを、えー、すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったそこでペテロは彼に答えた悔い改めなさいそして それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうなぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし この曲がった時代から救われなさいと言って彼に進めたそこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日3,000人ほどが弟子に加えられたそして彼らは人たちの推しを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたそして一度の心に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われた 信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していたそして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたそして毎日、えー、心を一つにしてニにニ集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全ての民に好意を持たれた主も毎日救われる人々を仲間に 加えてくださった。はい、えー、感謝いたします。えー、人の先にしよ思わず、えー、力が入りましたけど、えー、どうですかね。購読でまあいろいろとまあ、意見があるみたいですけど、まあ、えー、御言葉の本当に神様に感謝いたします。まあ、人の働き、えーまあ、2章ですね。はい、まあ、このまあ、先ほど読みましたい人に人の働きはルカ医者のルカですね。 まあ、ルカの福音書と同じ、えー、ルカが、うん、書いていますけど、まあ、テオピロよということで、えー、まあ、前の章という言葉、前の章は、えー、ルカの福音書ですね、えー、イエスが行い始め、えー、教え始められたすべてのことについて書きということで、えー、書いています。まあ、ルカの福音書、ちょっと、うの始めはどうですかね、ちょっとまた、まあ、これは講談じゃないですけど、 ルカの福音書の一節に、えー、書いてありますね。えーまあ、ルカノフ、えー、まあ一節と四節までお読みいたしましょうね。 えーまあ、ルカがこう言ってますねルカの音書で、えー、私たちの間ですでに確信、えー、されている出来事については、えー、初めから目撃者,目撃者で御、えー、言葉に使えるもの,ものとなった人々が、えー、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試み、えー、ておりますので、えー、私もすべ、えー、てのことを初めから綿密に調べておりますからあなたのために順序を立てて 書いいいて差し上げるのが良いと思います、まあ、尊敬するテオ・うん、手をピュロー殿それによって既に教え受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かってい,きい,た,だきた,い,いただきたいと存じます。そういうことで、えー、ルカがこのルカの福音書と人の働きを書いてますけど、まあえー、ルカの福音書ですね、えー 一緒に書いてありますね。今日二章ですけど三節にイエスは苦しみを受けてのち4日の間彼らに現れ神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。そして一、まあ、章の復讐でない,ないですけど八、えー、節にありますね。 えー、またイエスは言われたな7節8節イエスを言われたいつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのですそれは父がご自分の権威を持ってお定めになっています、えー、しかし精霊があなた方の上に望まれてきあなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマルの全土ウービチの果てにまで私の承認となりますはい、えー、ここまで読んで今日の主題をまだあー あ決めてありませんけど、まああのまあ、決まっていましたけど、まだしてませんけど、え今日はこの、まあ、2章ですね、今日の2章、まあ、1節と、まあ、ルカについて1章,、うん、1章のちょっと振り返りをしましたけど、えー、今日のまあ主題は、えーまあ、あ1節から47節も読んで、まあ、ほぼ えー、聖書メッセージとしていますけど、えーまあ、聖書を読んで、まあ、どう応答するかどうメッセージするか、まあ、訓練として、えー、ポイント3つぐらいあげたいと思いますけど、まあ、主題ですね、えー、主題二21節の「えー、しかし、えー、死の名を呼ぶ者はみんな救われ」ということを、まあ、1節の部分を全部今日の主題として、えー、いきます。し、えー、しかし、えー 主の名を呼ぶ者は皆救われるということを取材、えー、としていただきます、えー。感謝いたします。では、お祈りいたします。本当に祈りの祈り、レ、えー、ボシンに近いですね。天の神様。えー、そのメッセージ、えー、聖書メッセージの途中ですけど、取、え、材、ー、が決まり、ここで感謝いたします。そうまあ、こういうい、えー、原稿なし えー、まあ出募書に近い聖書メッセージを、まあ、チャレンジ訓練としていますけどどうか今日の主題が、えー、決まったことを神様感謝いたします。えー、まあ21節の部分、えー、しかし死、えー、の名を呼ぶものは皆救われるということを、えー、挙げさせていただきます。まあいろいろと、まあ、先生方のように、えー、きちんとポイント3つぐらいあ挙げて例、えーまあ、を例の例をしてから。 まあえーえー、説明していきたいと思いますけど、まあ、この、まあ、2, 世 2, 2章は長いですねまず五、まあ、純切私は三位一体、えー、父なの神様さここなのイエス様精霊なの神様さ、まあ、精霊がこの、まあ、その前に、えー、イエス様は私たちのために、まあまあ、この 神様の一人子が罪の、まあ、長くなりますけど創世紀の一章の一節からヨハネの目視録の最後の節まで、えー、まずは神様は、まあ、アダムとエヴァそして、まあそのまあ、何度も繰り返しますけど、えー、罪がアダムとエヴァが神様の命じられた善悪しる気を食べていけないというのを食べてしまって罪が入った結果 神様はその、えー、ノ,アノアの構図、まあ、によってもまたノアのまたあ、えー、まあ構図で一回、えー、地の表を絶やされましたそしてノア,ノアからセムハムや破ての子孫そして、えーまあ、アブラハムそして神様アブラハムを選んで、えー、そしてアブラハムのまあアブラハムですけど えーまあ、そのアブラム、そして、えー、アブラハムの神イサクの神ヤクブの神というそういう,う神様が選んだ民、まあ、ヤクブの子ヨセフですね、えー、ヤクブそして十二部族が、まあ、基金があって、えー、エジプトに約400年430年間、まあ、そこに滞在するわけですけど、えー、まあ奴隷のまあ 立場に置かれて、えー、苦しいもがきだところ神様はモーセを使わされて、えーまあ、エジプトを出ることになります。まあえー、なかなかなわってなかったのでこのカナンの地にすぐに入ることできずに、えーまあ、アラの40年間さまよってそして次の指導者ヨシアによってヨルダガンを渡ってカナンの地に入って入ることができました。この流れからして まあいろいろとそういうですねちょっと、えーまあ、流れはそして、えー、まあよしさが少女マリオを通してこの、うん、神様が現れました本当に神様感謝いたしますそして、えー、十字架の上で神様はトウトウ血を流してくださり神がその血を流してくださりその 贖いとして、私の罪、すべての人類の罪が、救いが成就されたこと、完成されたことを神様感謝いたします。そして、えー、3日目によみがえり、そして、えー、天に昇るとき、4日間、ケパをはじめ、多くの方が、お役名の方々に現れて、えー、天に昇るときに、えー、精霊、今日のご純粋ですね、精霊をお,お,お与えなると言われ、そして、また来ると約束されて、今、えー、天の小さな右の座に。 ししておられるこことを神様感謝いたしますこの長くなりましたけど、この私たちの個人的な救い主し、この聖書が一貫してキリストを救い主この今日のテーマですね、しかし、主の名を呼ぶ者はみんな救われるということを掲げさせていただきました。何度も、まあ まあ、私自身の、まあ、証になりますけど二十歳の時にまあ、えーまあ、私は小さな島沖縄県の八重山の小さな八重山島の生まれましたけど、えー、そこは、えー、小学校中学校しかありませんので、えー、高校は石垣島にある八重山高校を卒業して、えー、どうしてもいろいろな そのまあ、具体的に言ってみるですね沖縄国際大学に推薦で入っていたんですけどなぜか家庭の事情を私自身がちょっと、えー、まあ、うん、は,ばかはばかってというか、まあうん、なぜかわからないですけど皆さんそういう推薦に入っていたんですけど推薦する、うんえーまあ、お金かな、まあ、推薦を断って結局、まあ、結果的に推薦を断って。 えーまあ、留年、えー、浪人することになりました皆さん、まあ、そ,そういう、うんまあ、家庭の経済的な理由がかなという思いもありますけどでも予備校沖縄小学院ですねまだありますねにでも結構沖縄予備校に帰るのも沖縄お,お金がかかりますねそして、まあ、1年間は、えーまあえー、ちょうどその時あの、まあ、兄弟お兄さんが キラ国際大学の4回生ですね。もうお兄さんはもう何年、もうだいぶ経ちますね。私今年60ですので、えー、兄が52歳の時にもう亡くなっていますので、まあ、10年、亡くなって10年ですかね。えーまあ、イエス様を、まあ、教会に,、えー、には、うん、まあ、門を叩いた、教会にはどうかな、うんえー。イエス様を信じることはできませんでしたけど。 まあ教会に少ししわった気がまますはい、えーまあそういうことでまあ兄は結構まあ高校の時から赤カハタを取るような、まあ、沖縄ですのでまあ結構左寄,寄りというかそういうまあ,あそうですねまあ考古学が大好きでまあそういう兄でなかなか <laughs>、えー、もう亡くなってしまってよく親しくん 話し合ったことないですねいつも見解して3つか4つですね私が、えー、中学校に入った時にはもう兄は高校生でから、えー、そのどうしても島が晴れ,れますのでがその年齢によって、えー、私が高校に入った、えー、兄は大学に入っていましたので、えーまあ、そういう接点がまあその えー、予備校の1年の時にだけ、まあ、一緒に兄,兄と2人で生活していた記憶があります。えー、今はまあ振り返ると兄が亡くなりましたので懐かしい時と思いますけど、えー、なかなか、えー、予備校に帰ってもなかなかその当時私たちの高校3年の時の時代が、えー えー、共通知事試験の第,一期,第一期ですねマークシートが始まった第1期生で、まあ、約5科目、まあ、記憶もあ確かでないんですけど、まあ、1,000点満点で500ちょっとしか取れなくて、まああまあ、それは高校3の時また、えー、予備校行って時も、えー、500っなくて、まあ、二次試験は、えー、その沖縄の、まあ、琉球大学に、まあまあ、どうしても。 家庭の負担が少ないということで、えー、国立を目指してい,ていましたけど、えー、なかなか、えーまあ、実際はあ、まあ、九州の本土の、えー、大学に私立の大学に入ることになりましたけど、まあ、そういうことで、えー、2年目は、まあ、兄は、えーまああえー、佐,佐賀県の、まあ、何回も言ってますけどこの動画で、えー、佐賀の教育委員会の吉野狩り遺跡が、まあ、出る前の ずっと兄は4年間沖縄の国際大学で考古学のそういう、ま、学科が社会学科ちょっとお金ないですけどそういう考古学の部に部というかあのに、まあ、そういうでしたので社会学科かなそういうでしたので、えー、まあでも1年足らずかなやめ,やめてどうしてもなんかあ合わないということでまあきちんと。 まあそういうことで残念でしたけど私が2年目私はえまあその沖縄本島にいてえまあ予備校にはか変わらず一人でえまあれがいたところにまた1年間えまあアルバイトマクドナルドの牧村と店でアルバイトしながらまあ大学に行く準備をしていましたけどまあそういうことでその時は どうしても、えー、いろいろと思うところが、えー、その時に、まあ、聖書に触れる機会がありまして、えーまあ、そこから、えー、御言葉に、まあ、聖書に、まあ、信じてなかったんですけど、えーまあ、最後のちょっと精神的にちょっと不安定になりまして、えー、よく <laughs>、えーえー マクドナルドのバイト生からもらった精子を胸に当てて休んだあ落ち着いた経験があります。クリスチャンではありませんでしたけどなんか精子をお守り代わりにしてまた、えー、単独でまた沖縄本島から、えー、こちらに九州に来るときにはまああの、えー、その当時バイク乗ってましたので、えー、まあ 125の短期と乗ってましたので、いや、ホンダですね、えー、まあ,あ、ルックを一つ、ボストンバックと中に、衣類の中に聖書だけ、えー、置いて、そういう、えー、クリスチャンじゃないのに聖書だけ置いて、まあ、お守り代わりですね、本当に信じていませんでしたので、えー、そういうことで、えーお,ま、お守り、えー、代わり、えーえー、にしていました。 はい。えー、まあ、えー、クリスチャンならわかりますけど、その当時はまだ信じていませんでした。えー、そこで、えーまあ、こちらの本土の内地の、えー、マクドナルドで、えーまあ、クリスチャンがいまして、そこの、うん、集っている教会に、が今40年間集っている教会です。そこで、えー、教会に通いて、て、えー、イエス様を信じる。 えー、救いに、えー、預かりましたこの、えー、しかしこの死の名を呼ぶ者は皆救われるということで、えー、この聖書もそうですね、まあ、ちょっとまた余談ですけど、えー、この聖書も私がえー、っとですね、えー、あの兄に、えー、これのまだ聖句に後ろに書いてありますけど「お兄さんへ」ということで2007年 5, 5月の2日ですねもう何年前。 えー、今年22年ですの、ね、で、14年前、えー、私が、まあ、妻と一緒に兄に、えーまあ、聖書を読んでほしいということで、えーまあ、兄に送った聖書です。まあ、後ろの甲に、えー、ローマの人の手紙10章の13節死、えー、の皆を呼ぶ、求める者は誰でも救われるのです。えー、ローマ人の手紙10章の13節、えー、これを、まあ あ兄に、えー、まあ差し上げましたけど、まあ、ほとんど読んだ形跡がなくて、えーまあ、兄の亡くなって、えーまあ、遺品の整理していたところ、うん、聖書がありましたのでまあこれを、まあ、あ兄の形見と思って今聖書を使っています、えー、なかなかそういうちょっとまあ私が、えー、まあそういうことでなかなかと39分ですね証しになりましたけど今日の「 聖句、えー、のテーマが、えーまあえー、どういたしましょうかね、本当は <laughs>、はい、明、え、石、ーまあまあ、になっ,て、ま、なってしまいましたですね。えー、っと人の働きですね。はい、ちょっとまた、明、え、石、ーえー、じゃないんですけど、明し、まあ、になってしまいましたけど、そういう今日の聖書の箇所が。 主題がしかし、えー、主の名を呼ぶ者は皆救われる、まあそういう思いがあって <laughs>、えー、クリスチャーになりましたけど、えー、家,族の家族の救いを願いつつ祈っていましたけど、えー、なかなか理解はしてくれるけど、まあ、えーまあ、キリスト教はいいですね、まあそういうですけど、でも、えー、なかなか兄も、また亡くなった、えー、母も、父も母も、まあ兄弟はいますけど、 まだ、えー、兄弟4人いますけど、四人、あと3人ですね、5人いて1人かけましたので、私あと3人、えーえー、兄弟はいますけど、まあ、信じてません。はい。えー、なかなか、この、しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。なかなか、まあ、それぞれ、まあ、いろいろな、えー、イエス様を信じるということは、っと奇跡に。 近いかなという思いも、まあ、最近、何,何の、うん、まあ、えー、1、えー、回かな、その、えー、この SMS 等で発信した時に、私もそういう、うんうん、思いがあり,あります、ね。はい、えーえー、長くなりましたですね。えー、本当に、イエス様を信じること本当に、えー、笑うすがる思い、イエス様を信じること本当に、 御、えー、言葉に接して、えー、本当に幸いになることをおまあこの私たち、まあ、日本多神教またし宗教まあ、えー、まあそういう、まあ、嫌がるというかその宗教してる、まあ、オウムの、まあ、私も分かりませんけどそのオウムの心理教の,その事件以後、まあ、そういう でも多くの今、新興、まあ、宗教やいろんな宗教がありますけど、まあ、キリスト教、いろいろな考え方や、まあ、哲学、科学、いろいろありますけど、私はこの、えー、聖書を、まあうんえー、神様の言葉として、また三位一体、えー、種族、皇太、また、あ ええー、イエス様が来られることを、おまたあおおお、信じる立場を取るものですけど、本当に、えー、神様。えー、っと、先ほどから42分になりましたね、もうそろそろ、うもうな長くなっても、どうですかね、もう閉じないといけませんね、えー、今日のことで、えー、まあ、ほぼ明かしに近いんですけど、 えこの本当はあもうきちんとまたえま,あじ、えー、まあ理想ですけどまあ,ま,あまあ石との働きにしを読んでまあこっちからまあし主題ですねこの救われということをポイント3つぐらい本当上げて説明してそういう,うメッセージにしたいんですけど、ま。あ まあ今日はほぼ証しに,に,、えー、になってしまいました。まあそういうところで、えー、感謝いたします。もう締めましょうね。はい。えー、43分ですね、えー。今日の主題。えー、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。本当に、えー、この救いを心より感謝いたします。この、えー、動画を見る者が ものが本当に一人でも多くの魂が救われることを願って、えー、このマスターとの聖書のメッセージといたします。えー、感謝いたします。では祈りいたします、えー。天の神様、今日の主題、えー、しかし、死の名を呼ぶ者は救われるということで、えー、神様を見上げる者、神様を信じる者は、えー、永遠の命に入ることを救われることを神様、感謝いたします。この幸いに あざかる魂が一人でも起こされますようにお祈りいたしますこのマスターとの聖書のメッセージの時を神様感謝しますまだまだ未熟で本当に恥ずかしいメッセージですけど話ですけどきちんとまだ正しく 理解し、正しく発信できますように、えー、力も知恵も与えてください。えー、感謝して、この栄光と踏まれと賛美を、えー、主に帰して、えー、感謝して、私たちの個人的な救いにし、主イエスキリストの尊いお名前によって、えー、感謝いたします。アーメンはい、感謝いたします。45分になりましたですね。一、えーはいえー、曲美秒もって、いつも、うん、この えー、聖,聖書メッセージでは、賛、え、美、ー、をしていています。まあ、語る、苦しくなく、本当に、まあ、まあ、完全なフリートーク、まあ、デーボーションに近いですね。はい、えー、では一曲まあ、選挙していませんけど、えー、何を賛美いたしましょうの、決まりそうもな,な,ないですね。えー、えー、っと、どうですかね。これはまた難しいですね。 えっと、もう恥ずかしいですね。たまに、生涯の586番悲しめるものに、献身という題にな,なってますけど、いざ六種の発説、我はここにあり、我を使うしたまえ。Send from this is マ a s t e r m a s t ですね。マスター。マスター。まあ、ちょっとですね、献身で、悩めるものに我を使うし、え。ー どうですか、ね、歌いきれんですかね。この身、この玉を捧げ、祀れば主を受け入れて、恵みを取り、悲しめるのに。<laughs> もう本当恥ずかしいですね。まあ、でも決ま,決まりましたので、頑張っていきたいと思う。<laughs> では行きます。えー、聖歌の586番、えー。悲しめるものに。悲、はい、しめるものに。 我を遣わし伝えしめしを流すこの御子の玉を捧げ祀れば主を受け入れて恵みを取り継ぐ管としたまえ滅びゆく者のために悲しめる者に我を遣わし 伝えしめよ長すくい御心とあらばしをいずこにも喜びて我は向かわんこの身この玉を捧げまつれば死を受け入れて恵みを取り継ぐ管としたまえ滅びく者のために おぐらきところは我をつかわし照らししめよう長光見言葉によりて息吹き返しかかりしめののあらんこのみこの玉をささげまつれば主を受け入れてめぐみを取りすぐくだとしたまえ、 滅びゆくもののために色づけるわは葉はみを借り入れる人のきたるおばまてり借り入れば特にわれをつわし持ちいたまえ我が君よをこのみこの玉を 捧げまつれば主を受け入れて恵みを取り継ぐだとしたまえ滅びゆく者のためにいかでかわれの御てをかこぬきて迎かえしぐ立ちつくすべき決めさるもは待ちわれここにあり使わしたまえこの身を このたまを捧げまつれば主を受け入れて恵みを取り継ぐ管としたまえ滅びゆく者のためにはい感謝いたします聖歌の586番「悲しめる者に」はいえー、ほとんど催眠できませんでしたのでまあちょっと歌詞を紹介してからこの えー、まず、えーと、聖書メッセージを閉じていっていきたいと思います。えー、じゃあちょっと、えー、歌じゃなくてお読みいたします。えー、聖歌の586番、えー、悲しめる者に、エザヤ書六章8節我ここにあり、我を使わしたまえ、えー、Send me forth of the business master。まあ、4分読んで早くですね、1節、まあ1節が、えー、悲しめる者に我を使わし、使わし、使わし、ね 名誉、名が救い、見心とあらば主をいずこにも喜びて、我は向かわん。この身、この玉を捧げまつれば主を受け入れて、恵みを取り継ぐ管として、として滅びゆく者のために。二節、えー、お砕きところに我を使わして、えー、使わして出さし名誉、名が光り、えー、御言葉によりて。 息吹き返しにかかりし者も,もあらんこの身この玉を下げまつれば死を受け入れて恵みを取り継ぐくだとし,し玉へ滅びゆくもののために三節、えー、色づける旗は,旗は身を借り入れる日の来たるおば待てり借り入ればにとく我を使わし持ち玉へ我が君よ この身、この玉を下げ、祭れば死を受け入れて、恵みを取り継ぐ、蔵と死、玉へ滅びいくもののために。に4節いかでか我の見手を駒、まま、こま抜きて、えーむな、むなしく立ち尽くすべき、メサルルオバ、町、えー、我ここにあり、使わしたまえ、この身、この身、この,この身、この身、この玉を さえまつれば潮を受け入れて恵みを取り継ぐ。枯とし玉えば滅びゆくののまあ素敵な賛美ですね。剣心の参拝で、えー、なかなか綺麗、えー、にまあ訓練しなければなりませんね。<laughs> はい、五時二分になりましたけど、えー、感謝いたします。まあなかなかそういう チャレンジしていますけど、まあ、フリートーク、レベューションに近い、えー、聖書メッセージ、いろいろと、まあ、YouTube で拝見していますけど、きちんとした礼拝とか、また講座、まあ、そういうことを、まあ、目標にしていますけど、なかなかきちんとした学び、また深い理解力が求められますけど、日々、メクトバとともに、えー、歩みたいと思います。 えー、皆さんまた次回の、えー、聖書メッセージの時間をお会いいたしましょう。皆さんの豊かなあ神様の豊かな祝福がありますように、えー、おいいたします、えー。またこの次、えー、マスターとの聖書メッセージにお会いいたしましょう。マスターとした。Shu again.Let's passion please y o u